動画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、いつしか6歳です。今回のシームズ6歳人生劇場も、前回の続き、前回はですね、ドラグノフがなんと、食中毒で病気ですと。で、十分な休養が必要ですと言われてるんですけれども、なんとあと24時間で学期末試験なんですね。そういった感じなので、まずこの欲求を回復していきたいと思います。で、学校。スキルと専攻ね、成績はいいので、まあ、このままいけば大丈夫かなと思うんですけれども、なんせね今欲求が低いので、まず、楽しさ、心地よさ、便意、ああ全部まずいね。はい、こんな状態のスタートでございます。でちょっと起きるまで早送りしてまいりましょう。何今のウェーってでは早送り。はい、起きましたね。なんか途中ね、何回も起きたり寝たりを繰り返して、ちょっとね早送り起きるタイミングが分かんなくて、起きたところちょっと見逃してしまいましたけどね。また牛さんいたずらしてるよさあとりあえず、時刻は深夜2時ですね。あと18時間で学期末試験ですということなんですけど、まだ食あたり起こしてるんでね、なんとも言えない。ただ回復できるものは回復していきたいので。あ、牛さんの素顔、牛さんの素顔だ。牛さんの素顔はボーイッシュな女の子なのかな。ウォルター・ダグマー。さあなんか今んとこね、6歳と牛さんはいい感じなんだけど、あ、6歳じゃねえや、ドラグノフだ水浸しだけどそこ大丈夫。じゃあドラグノフもん？違う、あの人男性の方でシャワー浴びてない、もしかして。あ、まだ体調悪いね、まだ体調悪い。え、牛さん男性のところでシャワー浴びてるよ。あ、普通に入るんだ。裸の付き合いだねこれ牛さんがいても平気でシャワー入る。牛さんは大丈夫なんだ。さあとりあえず食中毒治ってないけど、今日試験だからね、ちょっと厳しい状況かもしれないけれど、試験受けていこう。楽しさがまずいからね、パーバディーバタイムしてもいいよ。さあただあれですね、便意と衛生を回復したらこの気分メーターの赤がね少し減りましたね。いやこの状態で1年生の学期末試験か、学年最後の試験ってことじゃないかな。はい、シャワーが終わったようです。多分ほっといてもパーバディーバーするでしょう。うーやーみたいなねさあ、音楽聴いてますね。ちょっと邪魔しないでくれるかな牛さん。どうしたの、何、呆れさせられるダメだ、何、壁。さあ音楽聴くのかな、ゲームするのかな。んプレイする、いいよプレイして。そこでやるんだまあ精密機器は湿気に弱いから気をつけてね。さあちょっと楽しさがある程度回復するまで早送りしていきたいと思います。また邪魔しに来た、あれビアソンも来た、オバマも来た、めっちゃ睨んでるよ。あー体調悪い時でも清掃はするのね、偉いね。ちょっと楽しさがねまずいので、そこでするの。談話室みたいなコンピュータールームあったじゃない、うん、ここでしよう、ここでゲームしよう。ゲームする、ゲームする、これだ。あ、またやってた。いや体調悪いね。とりあえず、あれなんか水浸しじゃんここ。
もう牛さんのせいだね。さあ空腹は半分ぐらい。キッチンも水浸し。寮長さん大変だね。あ、ビアソン仕事じゃないや、宿題やってる。偉いね。なんかこんなとこでマコーリー、こんなとこで宿題やってっけど、思いっきりシャワーだけどねそこね。さあドラクのパワーバディーバータイム。牛さんがいるね、牛さんがいるね。移動はしないよ。ちょっとクローズ、その牛さんなんとかしてやって。クローズウィルソン、いたずら大好きだからね。さあパワーバディーバータイムで楽しさを上げていきましょう。あと14時間か。お、気分メーターが少し減った。まだ若干ね1ミリ2ミリ赤いの見えるから頑張れドラグノフ。さあ今度こそ少し早送りしていきましょう。はい、右上ご覧ください。ドラグノフは回復しましたということで、治りましたね食中毒。さあじゃあここでゲームをやめて、これ寮長さんが用意してくれたものを食べよう。で試験まではあと11時間。このねみんながワイワイしてるところで食事すれば社交も上がるでしょう。さあ何気にねこのシムズ6歳人生劇場ということで6歳人生劇場ってなんだ、国際空港みたいになってるわ。シムズ6歳人生劇場ということでね、シムズ2やってますけれども、まあ、ゲーム性の部分で言ってもね、シムズ4よりも前も言ったかもしれないですけどステータス管理がちょっとシビアな感じがします。そういったところでねゲームとしても非常に面白いゲームだと思いますよ。うわすごいガッツキぶり。さあ宿題をやっている、ロッシと一緒に、ドラグノフは食事中です。行っちゃうの、行っちゃうのロッシ、寂しいな。ロッシおもろい顔してるね。さあいい感じだぞ、気分メーターが緑色になりました。ぐいぐい上がってく気分。あ食あたりが治って爽快だろうね。そして、1年生最後の試験ということで今回ねドラグノフちょっと着替えていこうね。それ食べ終わったら着替えよう、普段着フォーマルにすればよかったな、あの服。失敗した。さあ食べ終わって学期末試験の前にね戦闘服に着替えるわけですわ。あと10時間。さあ戦闘服に着替えよう。戦闘服に着替えたらさ少し寝とくか、少し寝とくかって、ちょっと待って、まあいいや、まず着替えます。はい戦闘服に着替えててってれー。さあそしてちょっと待ってよ、これ誰、誰、これ牛さんじゃないもしかして。変なのに好かれるなあ。さあ何するのかな、あおしゃべりするのね。まあ今状態いいので任せましょうか。さあ試験の前に着替えたドラグノフ、1年生最後の試験だ。お邪魔します、誰だっけこいつ、リビングストンいる、いやこの後試験だね、緊張するな。あと9時間だからね。あ来た来た来た、さらにレンも来た、レン。え、なに省かれてんの。ちょ僕がリビングストンと喋りたいのにみたいな、みんなで喋ればいいじゃん。話そう話そう、旅行の話をしよう。さあ社交を回復して、拒否られたけど拒否られたけど、なんでそんな格好してるやつと喋りたくないみたいな感じかな。まあいいや、レンと喋ってますね、ジョークを聞く。あいいねいいね、もっと面白いジョークを聞かせて。どんなジョーク言ってんだろう。あ終わったんだ、あれ牛さん、牛さんやっぱ女の子なんですね。ちょっと牛さんと仲良くなっとこう。
くどいとこ牛さんを牛さんにハートマーク出てるからね。運命の相手はいたずら好きの牛さんでした。あ、チェックするはこうなるのね。テロレンテロレンテロレンみたいな感じでね。ちょっと牛さんと仲良くなっとこう。帰ってもらうってあるけど、これ寮の人じゃないんだ。あ、ちょっと待ったすごいいたずらっ子だけど大丈夫？6歳性格がおっかないな。あ、喧嘩してる。ドゥーヒースと喧嘩してる。ちょっと目の当てられない格好で寮内を歩くのやめてもらっていいかな。さあ、パトリシアの時もね、若干褐色がかってましたけど、ウォルターも褐色か。親父の6歳の意見としては、まあ、色白の方が好きだな。あとロングの方が好きだなもう、まあ、ドラグノフの好みだからいいや、別にね。さあ、車高が上がってます。なんやかんやいいやつなのかもしれないですね。さあ、仲良くなっておきましょう。そして試験まではあと7時間。ちょっとね、あと7時間でさっき牛さんが寝てたんだけど、少し休もう。ここだちょっと待って、牛さんドラグヌフのベッドぐちゃぐちゃにしたまま行ったね。まあいいや、少し休んで状態良くして試験臨もう。よし、おしゃべりやめて、さあ、いつしかっつってますね。お、クローズ何気にかっこいい子と思ってんじゃん。いつもタールーだからね、おっかない人かと思ったよ。多分おっかない人には変わりないんだろうね。前半の試験サボってたし。さあ、出っ腹、ちょっと休もう。で、休んでトイレ行ってだな。あ、ここ掃除するようになってる。掃除しなくていいとこ行こう。さあ、あと5時間でドラグノフ学期末試験が始まります。遅刻しないでくださいと。全部掃除するようになってるわ。まあいいや。さあ、今グイグイ寝てますね。グイグイ寝てるって変な言い方だな。よし、こんぐらいでいいでしょう。さあ、あと何時間？あと2時間。まあせいぜいトイレ行って授業に向かうのがいいね。雨降ってる。雨か。まあ試験に雨は関係ないからね。じゃあトイレ使ってちょうどいいんじゃない。衛生半分の環境、まあ環境はここ掃除するって出てるからしゃあないね。ドゥーヒースシャワー浴びてるわ。ドゥーヒースドゥーヒースね、若き日の6歳のヘアスタイルの金髪バージョン。さあ、いいぞ、状態まあまあいいね。で、あと任せよっか。もうすぐ試験に向かうと思うんでね。お、これでもかっていうぐらいダメ押しのゲームプレイ。待てよ、絶対そのまま行くでしょ。あ、ダッシュした、そのまま行った。勝負服はちょっと勝負服着ないで行ったわ。結局腹出したまんま試験ですね。さあ、授業中どうでしょうね。今回の成績はいかがなものか。はい、帰ってきました。やりました。ドラグノフは優秀な成績で学級を終えて待望の優等生名簿に乗りました。あ、前回と同じね。ドラグノフは2年生になるために必要な条件をすべて満たしました。ドラグノフは A プラスの成績で学級を終えました。その結果、ドラグノフは大学から1200の奨学金をもらいました。おめでとうね。体調も良くなり、そして成績も良く、で水たまりで遊ぶと。やめなさい。よしやめなさい。さあ、よかったね、ドラグノフ。
ねえ、とりあえずシャワー浴びよう。シャワー浴びて、牛さん踊ってるけどね。あーよかったよかった、成績優秀、そして1200シムオリオンもねもらいましたよ。やったね。で次は求められるスキル、身体1、論理1、制作1。体鍛えなきゃダメだね、その出っ腹。そして、成績平均点 4.0、物事を、思考した今は亡き老人たち、6歳のことかな。さあいい感じでね復帰できましたね。ちょっともうせっかくだからレポートも書いちゃおうね、学期末レポート書いちゃおう、もう今から。そしてもう2年生になりましたね。こうやって大学編は進んでいくんですな。4年生の最後学期末が終わったらおそらく大学卒業で、またあれですね、元のワールドもしくは別のワールドに引っ越して、人生を始めると。その際にスキルなどを引き継いだままね、おそらくできると思います。シモリオンもこれ引き継ぐのかなね、え6歳とパトリシアの遺産使い果たしたからね。今着替えるんかい。楽器祭れば、あ雪降ってる、雪ですね。季節は冬、冬まだ秋だ、秋残り1日。さあじゃあ楽器祭レポートを作成しながら、今回の動画ここで締めていきたいと思います。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。いつしか6歳でした。Bye!